はい、温泉街の鼓動でございます。今日なんですけれども、朝のトーク撮っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、昨日遅くまでなんですけども、朝のトークじゃない昨日遅くまで YouTube ライブの方ありがとうございました。久しぶりに、ね、ゴールデンコンビと触れましょうというところから、ゲストの方、来ていただきまして、ゴールデンウェーブとしてのね触れまというような形になりましたけど、途中でうさぎ団長さん来ていただいたり、まあ盛り上がったんではないかなと思います。誠にありがとうございます。また、定期的にやっていければなと思っておるんですけども、まあね、出てるプレイヤーさんの批判とかが今後もねまた続くようであれば、まあ、YouTube 上では映らないですけども、そういうコメントとか流れるようであれば、改めてもう YouTube ライブやりませんので、その辺ね、せっかくね気持ちよくみんなプレイできるように、せっかくこういう集まったコミュニティですので、楽しくできる環境をぜひ皆さんのご協力のもと作っていければいいなと思っておりますので、その辺趣旨ご理解の上、ぜひねコメント打っていただければなと思います。まあ若干のね卑猥なその YouTube 上に載せれないようなコメントに関しては、まあちょっとね大人なので、まあ笑いとして済ましていける部分もあるんですけども、個人はねやっぱりあんま良くないなと思いますので、皆さんねその辺よく理解していただいた上でコメントいただければいいなと、切に願っております。はい、というわけで第2回連盟対抗、連盟対抗、いつももうこのお酒飲んでると言えない、第2回連盟対抗ツイッター、はいはい、第2節というところで、結果の方はねレオネさんからも自分の方もいただきましたけども、いやーまさかまさかの展開がね続出しているので、今日の夜、今日はね夜9時からですね、夜9時から YouTube ライブという、いつもよりも1時間早い形で、なんでかって言いますと、この後にねうさぎ団長さんの YouTube ライブがあるということで、まあ、かぶってもねというところだったので、夜9時から、YouTube ライブで、第2回連盟対抗ツイッター杯のダイジェストをお届けしていきたいなと思います。はい、でまあ内容的にはですね、第1節に関しては、木金と2日間だったんですが、今回は日月火と3日間ありますので、ゆっくりね3つに、分けて見ていきたいなと思っておりますので、お時間ありましたらぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、さあ、S30 の方なんですけども、いやーやはりですね見てると、もう皆さんやっぱりデッキが本当に違くてすごい面白いなと、今回はこういうデッキか、今回こういうデッキかみたいな形、逆に、ね、無制限の方に関しては、まあ、ランクマーしかりもそうなんですけど、まあ、2極化、まあ、3極化と言っていいのかな、今だと大枠分けるとランクマーベースでいくと3つなのかな、力海外ベースと即クラブなのかな、まあ、技2本使ってる人もいるかなと思うんですけども、いわゆる翼岬を生かす形、ナッツレーザーサンタナを生かす形、そして、トリコロール生かす形というような形で、大枠で3つのカテゴリーに分かれているのかなというようなイメージで、ツイッター杯に関しては、主に、まあそうですね、やっぱナポレオンが今のところ、1節2節含めて得点王なのかな、ちょっとその辺はね後で予選まとめてちょっとね紹介していきたいなと思いますけども、はい、なかなかねこうやっぱ S30 と比べてばらける量がねちょっと違うかなというような形ですね。はい、でトーマさんにね言って、今日さすがに上げてくれるかなと思うんですけども、トーマさんがねこっち強襲のこのなんだっけヒューガのやつはね簡単ですよって言うんですよ、じゃあ上げてよみたいな、で逆にこっちが大変だって言うんですよ、これこっちこれね指定せずにこれで2本パでやるだけなんで、こっちの方がそんなに難しくないだろうと思うんですけど、トーマさんこっちがすげえ大変だったって言うんですけど、自分的にはねこっちのヒューガーの方が大変だったんじゃないかなと思うんですが、はい、トーマさんをね口説いてなんとか動画アップしてもらいたいなと思っておりますので、はい、ぜひねお待ちいただければなと思います。まあ今ちょっとね連盟対抗杯の編集もあるんですけども、
はい、まあ、ちょっと忙しい中ちょっとどうかなというところで、まあ、近日に上がるんではないかなと思いますので、お時間あってまだクリアできない方とか、ヒューが取れたけど潜在クリアできなくて困っている方とかいらっしゃいましたら参考になればいいなと思っております。はい、まあそんなところでですね、今週は月曜日からオワイランというところ、まあ、日曜日まったりなんですけど、一気にワーチャレがなくなったんで、まあ、結構今週は、まあ、メダル終わってない人は、まあ、ゆっくりメダルを集めたら終わるというところと、もうほぼあとはランクマンやるかどうかで、やらない人に関してはもう本当に 今週は、ね、デイリーミッション、ウィークリーミッションクリアするレベルくらい、そして、ずっと特別ミッション、普通のいわゆるなんだっけ、ミッションのミッション、ミッションのイベントタブ、こちらですね、こちらをクリアしていくくらいかなと。ただこれは日々ね、あの普通にやってれば終わっていくことだと思いますので、まあ、結構緩い1週間になっちゃいましたね。はい、さあ、あとね、周年までどれくらいガチャがあるのかわからないですけども、まあ、昨日の動画でも結構コメントいただきましたが、やっぱガチャが多いっていう意見はね、多く見られるんですけども、まあそうですね、まあどういう風にね舵振っていくかわからないですけど、まあ、自分はね昨日言いたかったことは、まあ、せっかく楽しいゲームなので、まあ、不具合なくみんなが楽しめるように皆さん頑張ってほしいなというところで、タイトルの方も皆さん頑張ってっていうようなねタイトルで昨日やらせていただいたんですけども、まあ、朝のトークはね比較的こうその元々のこの動画の配信の趣旨というよりは、自分個人のなんとなくその日常的な戦いドリームチームに思うようなね、あのコメントっていうか朝のトークというような形でやらせていただいているので、まあ結構ね自由発言というような形になっていきます。まあ、比較的ね、あの昼や夜以降に関しては比較的こうあの真面目な形が多いですけど、朝は結構まったりというような形は今後も続けていきたいなと思っております。はい、さあ、あとはね、今もうでも昨日はでもそうだな、あの昨日ライブ来られた人とか見てたかわからないですけど、あの無制限の時のね、たまたま若林止めましたけど、今でもね、あの盾をね切り裂く高速スルーパスですね、梅之助さんとの試合の時に出たあれがね、あのナポレオンに通ってナポシュートまで行った形なんですけど、あの縦パス一本すげえなと、あそこにね高速で出していけるっていうところは昨日すごいなと思ってまして、まあ今日ねどんなパスプレーだったなっていうのは、あの YouTube のアーカイブでねライブ残っておりますので、お時間あったら見ていただければなと思います。はい、またねゴールデンコンビフレーマーをしようというところでも結構あの面白いデッキねいっぱいいろいろ出てきておりますので、まあ、デッキ作りの参考に、ね、なるとは思いますので、まあ、一つ一つちょっと気になる試合があればぜひチェックしていただければなと思います。はい、いやでもね、あの今真ん中がやっぱりラドゥンがジェンティーレを含めた4バックっていう構成をこれ取られると、前も言いましたけど非常にね攻略しづらいなと。これランクマでもそうなんですけど、ジェンティーナットでキーパーがね、まあこれ自分のそのデッキの都合にもよると思うんですけど、やっぱキーパーがヘルナンデス来られると、うわこれ崩すの大変だなっていうね。でサイドバックも強烈な人多いので、本当に今だと、なんだ、まあどちらかというとマドリードブランコのキャラクターサイドに置く人が多いかなと思うんですけども、まあでボランチはエジミソンか、エジミソン置いてみたいな形、これがね本当に攻略しづらいなと最近ね自分のデッキだと思っております。はい、でコベのヒューガーがですね、あそう、あのまあまあそう、これのヒューガーなー、若林にはねいいっすよね。あとねレシャールとかもまあまあ抜けるんだなっていうのを把握しました。ただでもなんかね、皆さんどうでしょう、ヘルナンデスがね自分結構抜きづらくて、どうしても
そうっすね、美咲くんは、ね、抜けないからな。まあこれはデッキの、ね、作り方、いやそもそも自分はナットレーザー入れてるから別にヘルナンデスね、前半フォワードでも後半 OM にすれば問題ないよっていう人もいらっしゃると思いますし、その辺はねちょっとね人によってデッキの作り方違うから、まあちょっと感じ方はいる人それぞれなのかな。はい、まあ、ただ、今日 YouTube ライブでも話してましたけど、やっぱり今昨今20万以上、技とパラメータ20年かけて20万以上になってきている時代ですので、そこっすよね。だから周年ちょっとね毎週ガチャやるっていう上でもう20万以下のではね使えないよってなると怖いなと思いながら、まあでもやっぱり今日 YouTube ライブ、今日というか、まあ今収録してるのは今日ですけど、今日ねまだもう10時過ぎてますから、2時半3時ぐらいですけど、まあこれあと何時間したら上がるのかなと思うんですが、今日改めてこう YouTube ライブやってみて、やっぱり多くの人来ていただいた中でこうみんなとこう触れまで、今最近自分でないですけど、結構レメンのメンバーみんな出ていただきたい、ね、気軽に出てくれたりとかするん でそしてねゲストとかも見て、ね、試合出ていただけるので、本当にね見てるだけでも楽しいなと思うんですけども、ね、こういう風に楽しい環境が、作ってくれてるのも一つ運営さんの努力かなと思いますので、まあ、それを、自分たちもうまくこな使いこなしながら、ぜひね YouTube の方、YouTube ライブの時とかは盛り上げて楽しんでいきたいなと思っております。はい、まあそんなわけで駆け足でしたけど、まあたわいもない感じでやっていきましたが、みんなヒューガーの潜在ステージ簡単にクリアできるんだと思って、何がトーマさん曰く本当に簡単でしたよって言ってたんだけど、ちょっとね自分もやってみたいなと思います。はい久しぶりにもうめんどいからあれ片桐さん使っちゃったなので今からもう一回勉強したいなと思っております。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた、今日の夜は9時から YouTube ライブ、10時からうさぎ隊長さんの方で、YouTube ライブやるそうなのでぜひ楽しみにしてください。それではまた。